皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するお料理はデトックスレシピシリーズの第3弾でジャガピーきんぴらになります。今日のお料理で期待される効果はシミ予防になります。シミというのはメラニンが肌に沈着して起こる現象ですが、肌のターンオーバーを促進するにはコラーゲンの摂取が重要になります。コラーゲンの生成を助ける働きがある成分はビタミン C になります。いつものきんぴらをジャガイモとピーマンに置き換えて作るとビタミン C が豊富に摂れてシミ予防につながります。今日はとっても簡単なので、ぜひ作ってみていただきたいと思います。今日の食材は4人前でご紹介をしていきます。まずジャガイモが中くらいのが2つ、そしてピーマンが4つになります。主な食材は以上です。それでは作っていきましょう。今日は新じゃがを使っていますので、私は皮ごと使っています。よく洗って根だけを取り除いて細切りにスライサーでしてあります。そしてピーマンも種を取り除き細切りにしてあります。太さの目安は新じゃをロースぐらいだと思っててください。こちらを入れていきます。こちらに鍋肌に沿って少しオイルを入れていきます。今日私はオリーブオイルを使用していますが、サラダオイルでも構いません。そうしましたらこのまま火を通していきます。で、クタクタになる前に調味料を入れていきますので、クタクタになりすぎる前、シャキシャキの状態が残っていて火が通っているという状態までまず作ってください。細切りなのですぐ火が通っていくと思います。シャキシャキで火が通った状態まで持っていったら、ここで酢大さじ3、醤油大さじ3を回しかけて全体に味が馴染んだら完成になります。クタクタにならないようにさっと炒めていきます。はい、盛り付け完成しました。ジャガピーきんぴらの完成です。とっても簡単ですぐできますし食べやすいです。おかずとしてもいいですし、おつまみとしてもいいですし、もう一品欲しいなっていう時にすぐに作れますし、じゃがいもは結構安いですよね。ピーマンも結構安く手に入りますので、お野菜高めですけれども、まあその中でも安価で作りやすいレシピかなと思います。よろしければぜひやってみてください。今日はじゃがいもとピーマン、ジャガピーのきんぴらご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。